いや、それは厳しい、それは厳しい。俺先生から NG。ああ、そっか。よかったなっていう。よかった。別に飲食とかでも。ああ、はい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 。はい、流通科2年ショップスタイリストコースの安井拓海です。素晴らしい販売員になるための授業が盛り込まれているコースです。アパレル商品演習っていう授業があって、そこでは流通科で1年生の時はなんか服作ったんですけど、なんか2年になったら作らないのかなって思ったら、なんかシャツとポーチを作る授業があって、なんかその授業の意図が、なんかその服を売る際にその作り手側の気持ちが分かる販売員は強いっていうのを理解する意図があります。門本信子先生で、ちょっとユーモアがあってでもちゃんと教えてくれるいい先生です。こんな感じです。このポーチを作る課題で、そのこだわったところは、なんか生地を自分で買って作るんですけど、なんか薄い生地にしてしまうとどうしてもちょっとチャチーというか安っぽい感じが出てしまうので、分厚めの生地を選んだのと、他の人と差別化するためにワッペンをつけたところです。地元の家の近くのセブンイレブンのなんかおばさんのパートの店員さんがいて、なんか僕が髪切った時にそのセブンに行ったら、あれ髪切ったねみたいな感じでなんか触れてくれて、そういうところ、その変化に気づくっていうのは、なんかそのアパレル店員になって顧客の方とかが来た時にその変化に気づいて、その話の一つのネタになるかなって思って、そういうところをちょっと真似したいなって思いました。とやる気を持って、何でも真面目に取り組んで課題とかもちゃんと出せば、ちゃんと自分の身につくような授業とか課題がばっかなので、頑張ってください。